ゲーム発売の時どれだけ人気が出るのか予測していましたか予測できればよかったのですが全員すごくびっくりしましたサーバーの状態をずっと見ていたのですが想定をはるかに超えるトラフィックでシステムが動き続けるようにするのが本当に大変でしたサンフランシスコでは ポケモンを探して9000人が自然発生的に集まりエンバカデロ地区に押し寄せたんです信じられなかったずいぶん落ち着いちゃいましたねこういうのは次第に落ち着くものですソーシャルメディアで火がついて盛り上がり目立つ存在になり製品として大成功しました当時の熱狂は落ち着きましたが今でも最も使われている携帯アプリの一つです 拡張現実の技術は長期的にはバーチャルリアリティよりもビジネスとして儲かると見ていますか A 確信しています拡張現実は携帯電話の拡張機能のようなものだと思っています一方バーチャルリアリティは現実世界とは切り離された映画のような経験にもっと近くて機嫌付きの娯楽体験です優れた拡張現実は一日中続くもので 携帯電話でやることが改善されて便利になってこちらも入り込めるようになると思います最後にご自身もまだポケモンを探したりしますかここバルセロナでも今日もポケモンを捕まえましたよここに来る前先週の日曜日には実際の息子と地元の公園でポケモンを捕まえました天気のいい最高の日でなので家族にとっても絶好のゲームです